はい、えー、皆様、こんばんは。今日は6月の19日水曜日の、えー、ボギーチャンネル、えー、私、主催の、えー、ボギーテドコンでございます、えー。皆様のご協力のおかげでですね、えー、このボギーチャンネル、はい、チャンネルボギーの、えー、チャンネル登録者数が1400名を超えました。本当に嬉しいですね。まあ、1400名の方々が、 まあ、見たいということでねあの、いわゆるブックマークしてくれたっていうことは、えー、私にとりましても非常に嬉しいことですし、またそれをあの今まで構築してくれた、えー、仲裁、詳細、他のの、ね、メンバーの方々の、まあ、ご尽力に本当に心からまあ感謝、えー、申し上げます。えー、このを始めて3年余り、 まあ、いろんな、ね、あのこともありましたし、思いもありました、まあ、選挙という激動の中でもずっと続けておりまして、えー、大雨の中でびしょ濡れになった後に、えー、震えながらキャスをしたこともあります。また本土でね、あのいろんなところで行って、そこからの現地キャスもしましたし、えー、自分にとってこの3年間、とても思い出のこもっているこの、えー、夜9時からの、えー、ボギーチャンネル、それをね、 チャンネルボギーとして、えー、きちんと YouTube に上げていただいている仲間がいるっていうことはこんなに嬉しいことはないしそれに、えー、1400名余りの方々が、えー、見ていただいているっていうのはこれもまた非常に、えー、嬉しい、まあ、政治系のところはあまり、ね、あの皆さん、えー、ブックマークしないんですけどでも1400名もいたらすごい励みになりますよ。 はいということで、ラフテンさんからおめでとうございますということで、ありがとうございます。さて、今日もたくさんの方々が <laughs> 早速見えられておりまして、まず最初の親父戦隊ダジャレンジャーさんから、まあ、ニラ茶でもということでいただきます。それから、かなたさん、いつもいつも宣伝もしていただいてありがとうございます。えー、マオハビの運び屋さん、えー、サクラチェリーブラッサムさんからはニラ茶はい、それから、えー、なんでやねん、桜は、ニ、え、ラ、ー。<laughs> ニラ <laughs> 団子ご、はらほろひれやさん、中佐、ホルスタインさん、こんばんはん、こでございます。はい、かなとさんからは、ニ、え、ラ、ー、団子に、はらほろひれやさんからも、ニラ茶、ミントさん、いつもニラ束ありがとうございます。ザクザク切っていただいております。それから、えー、石鹸男、はい、元祖石鹸男、宮城さん、まさに石鹸男のイメージがぴったりな、ね、清潔感あふれるナイスガイでございます。はい。 それから、えー、ラプテンさんもお見えですね。こんばんはんこ。白亀さん、今日もよろしくお願いいたします。あ、かのとさん、どうもニラちゃんもありがとうございます。<laughs> はい、えー、クジラさん、南川内なし子さん、こんばんはんこ。なんでやねんさんから、えー、徳のニラちゃんに白亀さんから団子連発ですね。はい、それからボギー中佐、えー、登録者数1421名。昨日見たときは1399名だったんですけど、 22名、いっぺんに増えてということで、本当に嬉しいですね。はい、それから、塩沢さん、新満さん、ベルさん、それから、えー、ドローン Z こと、ズケちゃん、こんばんはんこで、えー、ございます。はい、それから、えー、ホワイトさん、はい、よろしくお願いします。それから、山下まささんからは、ニラちゃん、はい、フォロンさん、シェリーマルさん、こんばんはんこ、ラプテンさん、はい、お祝いのクラッカーいただいております。南橋子さん、ラプテンさんからは、 えー、お祝いのニラ束とニラ団子肉球さんこんばんはんこあ小シさん今日もよろしくお願いいたしますはい次々と皆さんゆきんちさんからもお祝いのニラ団子届きましたありがとうございますということでねさて今日のお話あのちょっと先ほど見かけてねちょっとげんなりしたお話なんですけどあの実は浦添市の、えー、西海岸に今 湾岸道路ができていまして、その湾岸道路のちょうど真ん中あたりに、まあ、沖縄の流通業の大手の三芸産さんのショッピングモール、パルコシティができます。まあ、県内最大級ということでございまして、そのパルコシティが面する道路は片側2車線、はい、いわゆる2000メーターの直線道路が続いているんですけど、まあ、これがですね、今また、 琉球新報さんのネタにされているということでございます。そのね、記事を読んで、えー、こう書いてる人がいます。はいえー、高安さんという方ですね。遠藤、はい。遠藤さん。どこの方ですかね。はいえー、来週、沖縄県浦添市に開業するパルコ。早速、渋滞が懸念されている。 海岸沿いの南北の道しかなく、背後には広大な米軍キャンプ・キンザがあるため抜け道も作れない。基地の中を通り抜ければ渋滞も少なくなるのに、米軍基地に囲まれた沖縄でいつも思うことということでございまして、あのー、私これを見てすごいなんか、あのー、不快感を覚えたんですよね。そもそももこののパルコシティというのは、 あの米軍基地よりずっとずっと後にできたものなんですよ。まあ、実はこの牧港補給基地というのは、えー、米軍が沖縄に上陸をしましたそして、えー、この浦添市の海岸線一帯をですね占領しましていわゆる物資集積所を作ったんですよね。それがいわゆるキャンプ・キンザーと呼ばれておりまして、まあ、その中には広大ないわゆる倉庫群そして パン屋さん、アイスクリーム工場それから、はい、レストランに、えー、カムソリーいろんなものが入っております。えー、普段んの、ね、そういった戦闘部隊が駐留している基地ではなくどちらかといえば補給部隊とそれから軍人さんのご家族子どもたちの学校などもありまして非常に、ね、静かなところなんですよね。ととははここ何だったかと言いますと、えー、戦前は この日本軍の中西飛行場といいまして私のね故郷であります浦添市公安その公安の上の高台をですね人力で鳴らして飛行場を作りましたその飛行場のね設営の工事に私の非おじいさんなどもねあの参加をしたということなんですけどそこは戦闘に一度も使われることないまま 米軍に破壊そして占領されたとですからその当時の滑走路のこの直線、はい、直線が今倉庫群になっていまして航空写真を見るとあここに滑走路があったんだねっていうのがはっきりわかるような状態になってる場所なんですよねはい、えー、宮城さんから映画館もありますよとそれからチキン屋さんもありますしあとサブウェイもありますフードコートもあります レスストトランンもも美味しいです。す。ロットマシンも <laughs> あります、はい、そしてパーラーに行くとね牛乳とかお菓子とか買えたりするんですけどね、まあ、そういうところでありまして、まあ、基地があるところに、えー、もう浦添には道を作るところがないということでいわゆる新たな公共事業としてこの浦添の海岸線をまあ埋め立てて湾岸道路を作ろうっていうあのー。 計画が前市長の義馬さん、今の維新ではい参議院議員やってますけど、衆議院議員かな、頑張ってますけど、あの方、すごいやり手の方で、私も尊敬している政治家の一人なんですけどね、なんとこのギ馬さん、私の勝っていた初代秘書のボギー君に住民票を交付してくれた、まさに体温ある。 方なんですよねすごい犬の方も可愛がっていただきました、まあ、その義馬さんが交通渋滞の緩和そしてね新たなやっぱり公共事業ということでこの海岸線を埋め立てた、ねまあ、埋め立てたといっても道の分だけなんですけど、まあ、自然の海岸線がこれでほとんど消滅することになったんですがそこをですね、まあ、沖縄の三栄んという流通業の 大手が目をつけましてまあ、空港からまあ、車で30分もかからないという立地を活かしましてそこに、えー、沖縄市大きなショッピングモールを今作ってるわけなんですよねですからショッピングモールができた後に基地ができたわけではございません基地があると分かっているそして抜け道もないて分かっているのに三栄さんが進出をしたということになってるんですけど もしこの理屈が、ね、通るんであれば例えばですよ皆さんあのそのショッピングモールの後ろに山があったらどうなるんですかねはい山があるから抜け道がないといって山のせいにするんですかねはいそしてショッピングモールのすぐ後ろに湖があったら湖があるから抜け道がないんだと因縁をつけるのと何にも私は変わらないと思います ーさんどうもどうもいつもありがとうございます。ポルポルさん、天沢ひ控えめさん、いただきます。はい、あちこ校こですからね、これ、正直言いまして、もう私は完全なこれ、言いがかりにしかやっぱり見えないんですよね。それに、抜け道がないなんて言ってるんですけど、実は違うんですよね。でも、このね、あの遠藤さんという方がこういったことを書いてしまったっていう、その元の記事、やっぱりこれを見るとね、 あの浦添のことあんまり知らない人がだったらそう思うよねと思わせるような記事でございますパルコシティ開業目前渋滞に戦々恐々対策あの手この手ということでございましてオープニング渋滞大丈夫国内最大級の複合商業施設三栄浦添西海岸パルコシティの開業が27日に迫った県民関係者は 県経済の活性化などに期待を抱く一方え、周辺道路の渋滞への懸念が広がっている。事業者の産業はえ、那覇市小ま町や浦添市ぐすくまからのシャトルバスの運行や、迂回ルートの呼びかけ、さらには直営店のセールを控えるなど、あの手この手の対策を実施するということになっております。はい、そして2015年年、はい、今から4年前に 米軍の、ねあのー、ゴルフ場を返還させましてイオンモールライカムというのが北中クスク村に開業しましたその時に国道330から、えー、ライカム交差点から南北それぞれ2キロ近い渋滞が発生したっていうことでいやすごい渋滞今でも渋滞します今でもね、あのー、関係者は開業してみないとわからないと口を揃え期待と不安をのぞかせるということで いやこれはもう当然ながら私はね片側2車線の道路だけでこれも完全に大渋滞すると実は思っているんですよねはい思ってますまあ普天間基地が返還されるとねこのキャンプ・キンザも返還されるっていうことになっているんですけど今はまだ えー、このキャンプ・キンザーがある状態の中で、えー、こういった大,大,大規模なショッピングモールを、ね、三栄さんが作ったということはやはり、ね、あの渋滞対策を何も考えていなかったとしたらこれはもうちょっと問題だなというふうに私も実際に思いますさて記事の続きでございます。 はいえー、複合映画館や県内初出店のテナントが集まり27日のオープン初日から交通渋滞が予想される、えー、タクシー運転手らは抜け道がないと戦々恐々とし周辺住民からは米軍牧港補給地区、えー、キャンプ・キンザー内の軍民共用道設置の声も上がっているということでございます、はい、そしてタクシー運転手さんの声 タクシー運転手の時さん55歳、えー、那覇から宜野湾に行く客を乗せると、えー、西海岸は抜け道がない、えー、グスクマからバスを利用する高齢女性は、えー、国道58号線は今でも混んでいるのにもっと混むのかねと顔を曇らせたということでございましてまあ新しいショッピングモールができると混むのは当然だと。 思うんですけどねはい西海岸は抜け道がないそもそもこの西海岸道路が抜け道なんですよはい国道58号線の抜け道として作られたのがこの西海岸道路でございましてこれを作ると今度は抜け道の抜け道が欲しくなるということでもうエンドレスに道を作っていかないといけないということでございます あのね、ぐすくまからバスを利用する高齢女性あの浦添市ぐす,ぐすくまの国道58号線というのはもう慢性的な渋滞今でも渋滞しますもう雨降りなんか最悪ですねはい今でも渋滞平日の昼間でも渋滞していますつまりこの沖縄というのは車社会の割にはこういった道路インフラの方がねまだまだ 追いついていないというのが私の実感でございまして、まあ、そういった面で顔を曇らせるのもこれ致し方のないことだというふうに思っておりますさて、えー、パルコ裏のキャンプ・キンザを抜け道に提案するのは、えー、浦添市ぐすくに飲食店を構えるガネコさん70歳、えー、このままでは生活道も混雑すると強調しキンザからヤフソ通りに抜ける 軍民共用横断道路を提唱え市議ら関係者への要請を始めているということで、えー、ございまして、はいこの基地の中の抜け道をぜひ作ってほしいというふうに、えー、この金子さんは、えー、今考えているということでございまして、いやー、これ私、非常にいいと思いますよ。はい、実はい実 あの現場に行けば分かるんですけどこのパルコシティの横にある道路これねあのキャンプ・キンザーの中に向かったところでぷっつり切れてるところがありまして将来ここに道ができるんじゃないかと思ってるところが実はあります。さて皆さん、えー、このね基地を返還させて、えー、こういった民間の道路を作ったことが 前例があるのかかどどううとということなんですけど実はこのね、えー、キャンプ金座・キンザすでに基地を変換してですねあの抜け道を作ってあるんでございます。これ,はあのこれがちょうど、えー、地図なんですけどねこの右側、えー、港川道路と書いてありますがこの港川道路というのはキャンプ・キンザの一部を 一部を変換させて、そこに抜け道を作っています。つまり、浦添から宜の湾に抜けるこのほぼ直線の,この湾岸道路、あの抜け道が全くないではなくて、一箇所だけ、港側道路というのがありまして、この抜け道は、浦ラ市ウグスクマと、それから浦添市牧港に抜ける道がね、ちょうど2つ。 はい、2箇所に抜けられるように作られております。ですから抜け道が全くないっていうのはこれは正直間違いだというふうに思うんですよね。これ実際抜けられますんで。まあどのように作られてるかと言いますとじゃあ写真ちょっとお見せしたいと思いますけどまずこれが、はい、今回今工事中の三重、えー、パルコシティ、えー、このね 右側に広がるオーシャンビューここが例の玉木デニーさんが軍港を作るために埋め立てると言っている裏添いのきれいな海が左手の方に広がっておりますそして右手のこの巨大なパルコシティ車で走っても数十秒かかりますその後ろにあるのが牧港補給基地でそこをそのまま北向けに 約、ねえー、34分走りますと看板が見えてきます。これでございます。はい。えー、これが、あのー、途中に出てくる看板でございまして、えー、そのまままっすぐ行きますと、宜野湾方面に抜けます。ところが、ここで、えー、県道38号線と書いてるところが皆さん見えますかねはい。見えると思います。 あのこれ何かと言いますとこれがいわゆる唯一の抜け道になっておりましてこれが国道58号線のぐすくまと牧港に抜ける2つの出口につながる道になっておりますですからこの道路を走ってあの浦添の牧港とかに行きたい時にはわざわざ宜野湾まで行かなくてもですねはい ギノワに行く必要ないんですよ。途中で曲がってしまえばはい曲がってしまえばちゃんとこうやって右折車線がありますんでここから曲がってそのまままっすぐ行きますと58号線に抜けられるとしかしここはもともと米軍基地の中だったところでございましてそこをこの抜け道をね作るために変換させて あのキャンプ・キンザーの面積を縮小させその代わり道路を作っているんですよねですからあの既にもう米軍基地をね一部返還をして道路を作っているのが牧港補給基地のねところなんですけどただ、えー、こんだけの大きなショッピングモールが今後ねやはりできてくると道路のキャパシティとっていうのはもう絶対的に私は不足すると。 思っております特に抜け道がない、はい、1本しかないっていうのはもう致命的なんですよねさてまあここでできているから他のところでもできてるんじゃないかというふうに思うと思いますけど実はこれ前例があります、はい、これはあの何かと言いますと、えー、国道58号線、はい、58号線の、えー、キャンプ・金ンと書いてますよね そしてその横に入島といういわゆる商業団地があります。この商業団地にはやっぱりこのねいろんな生鮮食品とか加工物を運ぶ車がこの湾岸道路を通るルートになってますんで渋滞するとこの入島の人たちも非常に困ると。で以前はこのね湾岸道路がない時はどうしてたかというと58号線に出るためには非常に苦労。 されていたんですよねそこで当時の日が昇る市長日が昇る市長という、まあ、私の出身の公安というところの,、ね、あの市長さんだったんですけどすごい有能な市長でございまして特にこの米軍との信頼関係っていうのがすごいあの熱かった方なんですよね。その方がなんと この米軍の方と直談判をしまして、直談判をしてですよ、この入島の商業団地から国道58号線に抜ける抜け道をですね、作っちゃったんですよ。基地の中を通して。そうですね、カルガモさん、日が昇ると書いて、日が昇る市長と言いますけど、なんとこの入島の商業団地のね、 方々そして渋滞を緩和するために米軍と直談判をしてこの米軍基地のど真ん中をねあの真端っこの方なんですけどそこを貫いて道路を作っちゃったこれどんな道路かと言いますとちょっと拡大しますとこういう感じですね、はいえー、FM 沖縄あのこの FM 沖縄から、えー、上の方はもう米軍基地になっています。 もともとこのね、小安川というところから、えー、上の方は米軍基地だったんですけど、えー、この日が昇る市長が、この FM 沖縄のところから、えー、この抜け道、あのー、片側1車線の一方通行ではあるんですけど、えー、信号も何もない道路を作りまして、これを作った途端に、えー、渋滞がすごい緩和したという前例が、実はあるん ですよねはいまさに日が昇る市長あっぱれだというふうに私は思っております。さてさっきのねあの地図の方に、まあ、戻っちゃいますけどね、キャンプ・キンザの方なんですけどね、あのー、キャンプ・キンザっていうのはもうはいちょうどこのパルコシティの後ろにデデンと広がってる基地でございまして、確かえ大金をきい とゴルフが行われる琉球ゴルフクラブがえ3つ半ほど入る。はい。18ホールのゴルフコースが3つぐらい入る広大な敷地面積があります。私もね。このパルコシティ見た時にああこんだけの道じゃね。特に右折するために一車線確実に渋滞します。はい、右折車線だけでは絶対に無理。 当然、走行車線にまで車ははみ出しますと、実質的に片側一車線になってしまうということで、大渋滞目に見えていると。で、このね、見えているところから右折しますと、パルコシティの,あのとこ行くんですけど、その先に基地の、ね、基地の中に向かって途中で切れてる道路が実はあるんですよね。あれを見たときに私、ピーンと思ったのが、 あのここをそのまままっすぐあの貫いていけば、はい、基地の中をこれ貫くことができれば58号線に、ね、片側2車線の、えー、いわゆるバイパスを、ね、動脈をここに作ってしまえば、えー、かなり、えー、この交通の便も良くなるのではないかというふうに私はやっぱ思ったんですよね。ですから琉球新報さんが、えー、書いてることは はい、別に何も間違っていないただそれをどう受け取るかが問題それをね反吉思想に凝り,、ま、凝り固まった人がだと基地があるから悪いっていうふうにやっぱり思ってしまうんですよねしかし私はそうじゃないんですよ基地はねあの前からあるわけだしそれがあることを分かっててこうやってショッピングモールを作ったんであれば これは行政や政治とねあの向き合ってそして米軍ともね交渉するそしてこの58号線に抜け道をやっぱり作っていくっていうことは当然必要なことであったと思いますし、まあ、それがねあの本当に後手後手になったとしても今後やっぱり早急にこれはあの進める案件だというふうに思っています。 ですから今回の琉球新報さんのこの問題提起というのは私は何も悪いようには受け取っていません、はい、まさに現実そのまま書いたなという感じでございまして、まあ、そういった中でそれを読んだ人がねどう受け取るかが問題でありこれを見てやっぱり基地があるから悪いんだと鼻を膨らますのかそれとも 基地があるところに作ってしまったのはこれ仕方がないが今後その渋滞を緩和するために何をすればいいのかを考えていこうというポジティブな考えを持つのか私はどちらかといえば後者の方でございまして何でも基地のせいにすれば物事が片付くとは何一つ思っておりません基地があるのであればそれをねうまく利用するそして譲らすべきところは譲っていただくというね ぜはぜ、非は火のね、あのスタンスを持って、そしてこのようなね、将来的に大渋滞が予想されるような、えー、こういったね、場所であれば、ここはあの当然ながら、今後、パルコシティの他に、いろんなお店や、えー、マリンショップなどがね、どんどん立ち並ぶと思います。私があの提唱しています、この2000メーター、この左側の海を2000メーターのビーチにすれば、ここはもう一大リゾートに。 早変わわりすするわけなんですよねそうなりますとこういったあのパルコシティではなくてえ海を見渡せる高層のえリゾートホテルなども今後できてくる可能性があるそうすればますますえ交通の量というのは増えまして渋滞がやっぱり激化するそれに対してきちんとやっぱり手を打っていくのはそれはやっぱり政治と行政でありましてねそれをやらないで 渋滞してる、それは基地のせいだと言ってね、眉間にしわを寄せるその道具にしか使わないんであれば、まさに県民不在、反基地ファーストそのものだというふうにね、私は思っております。はい、そうなんですよね、今、カーターさんも書いてますけど、いや基地のせいでね、渋滞緩和したら沖縄渋滞起こらわなってあるんですけどね。はい 池内、えー、さん、基地があろうがなかろうが大型ショッピングモールができると渋滞するのはどこも同じそうです。だって、あの北長城村の、ね、イオンモール、ライカムはもともと米軍のゴルフ場だったところを返還させて作った場所で基地はないですよ、周辺に。だけど、大渋滞、はい。大渋滞してますよですから、はい。 あのここも渋滞するのは目に見えてます。だって沖縄市以上に那覇の都心に近いこととそれから南側には入島というねいわゆる商業団地があってもう営業者やねトラックが5万といるわけなんですよね。はい合わせのショッピングセンターホルスタインさん合わせにショッピングセンター大英のショッピングセンターがあったんですけど大きいのがねはい結構大きかったんですけど今。 さらちになっておりますやっぱり立地っていうのは大事ですよね。ですから三栄さんがここを狙ったということはやはり空港から20分少々で来れるという最適の立地をねやはり見初めたからでありただあのー、今後ここで渋滞とかが起こると逆にまあ沖縄の経済の足を引っ張ることにもなりかねないので是非三栄さんのね首脳部の方々は、えー 沖縄の国会議員の先生方、それから浦添市の議会や、それから防衛施設局内閣府、それから防衛大臣、防衛局などといろいろ接種をして、ですね、あの基地の中にバイパスをやっぱり通すことを、ね、や,っぱやっていただきたい、そしてこのね、フェンスに囲まれてどこにも行けないような道路ではなくて、 あのちゃんとゲートも作って、ですねこの米軍基地の家族たちも、えー、このショッピングモールに来れるようにあの、きちんと道路はやっぱりつなげていただきたいんですよね。そうすればねあの、アメリカ人もわざわざ遠く迂回をしてここに来ることなく、すぐさっと来れてね、まさに日米の、はい、ここでまたいろんな友好がね、花開くということにもなると思いますんでね。あのぜひ 政治家の皆さん、そして行政マンの皆さん、考えてください。どこぞの知事はね、しょっちゅう外遊してね、ね踊ってばっかりいますけど、ギター弾いてね、こういったことには何一つ言及しませんけど、ぜひね、ぜひ、えー、ここにあのバイパスを作って、浦添市民のね、やっぱり不安をやっぱり、 解消してていいいたたただだくようご尽力をいただきたいと思っておりますこれも浦添出身の私からのお願いでありまして、えー、この琉球新報の記事あのうがった見方になるのは受けての問題であり、えー、記事そのものは私は本当に問題提起としては素晴らしい記事だったとねあの評価していますんでねはいあの皆さんも琉球新報だから ダメとか <laughs> そういったことではなくてまあこういった部分でねあの問題提起もしてくれたんだというふうにやっぱり前向きに捉えるとそしていいのはいい悪いの悪いでねやっぱり是は是非は非であの新聞に対しても対応をとっていければと私は思っておりますはいということでえ本日のボギーチャンネル争いに開通しました湾岸道路そしてそこに 近日中にオープンします三重パルコシティとえ大渋滞の可能性について、まあ、琉球新報さんの記事を引用しながらえ皆さんとお話を進めさせていただきましたえ沖縄に来た際にはぜひねこの湾岸道路私はあのとにかく埋め立てには反対しまくっていますけどどうなるかまだ分かりませんでも松本市長はもともと埋め立て反対派でしたんで 途中でまたひっくり返る可能性もなないい。とは言えないそうなればね、沖縄本島で一番長い2000メーター以上の、ね、直線の、まあ、ビーチができる、そして、えー、マリンショップ、ダイビングショップ、そしておしゃれなカフェや、えー、長期滞在型のコンドミニアム、リゾートホテル、はい、そういったのが立ち並ぶね、まあ、沖縄のまさにウェストコーストを代表するような、 えー、通りに変貌する可能性があるのがこの浦添の西海岸だと私は思ってますんで是非、あのー、ねあの皆さんも一緒になって、えー、浦添の未来沖縄の未来をね語っていければと思いますということで、えー、今夜の「ボギーチャンネル」これにて終了させていただきます、えー、琉球新報さん非常に、はい、問題提起になる記事をねあの書いていただきまして誠にありがとうございました。 では皆さんまた明日お会いしたいと思います。ごきげんよう。